今日はね、やっぱり分かりやすいお話がね、いいなぁと思いまして、今日はね、本当の幸せね、フェリスね、フェリス、幸せについてね、考えてみたいと思います。本当の幸せっていうのは何なんやろうかなぁっていうことね。で、もっと言うとね、たとえね、死んでも、なくならないような幸せは何だろうか。ね、リポイズモウチね、死んだ後でもまだある幸せっていうのは何だろうかなということをね、考えてみたいと思います。じゃあね、本当の幸せ、この世でね、一番幸せなことは何なんやろうかなとね、皆さんも考えてみてくださいね。多分ね、一番最初にね、まあ暮らしておってですね、一番幸せなこととね、思われることね、いろいろ考えるんですが、まずはね、これじゃないだろう。アメリカだったらこうね。ね、日本だったら家ね、ね、ね、お金ね。日本だったらね、お金ね、引っ越ね、100円あっても仕方ないけどね、たくさんねお金がある、お金持ち。お金持ちで大きな家があってね、もうね、ブラジルだったらお金持ちの人はね、ヘリコプター持ってるね。自分のヘリコプターを持ってね、どこでも飛んでいけるようなね、そういうね、たくさんお金を持っている。これいいですね。ね、お金持ちになるっていうことは幸せなこと。人間に生まれてね、幸せなことやな。だって、お金があったら、何でもね、買えますね。コンプラ。ね。女の人だったらね、綺麗なドレスも買えるし、着物だって買えるしね、宝石。ね。男の人だったら、ね、いい家を。ね。いい車に乗ったりね。または、うちの音だったらカメラね。カメラとかのいいのが買えたりとかね。いろんなことができる。ね。だから、お金はいいな。そしてね、ごちそうが食べれるね。何でも高いレストラン。ね。毎日行っても大丈夫。ね。お金は、ね、みんな大好きですね。ね。お金があると幸せだなね。でもね、これが一番の幸せなんかな。そして、死んでもなくならない幸せでしょうか。ね。死んだ時にね、お金を持っていけるかしら。どうですか？持っていけないね。皆さんもお葬式ね、参加されたことがあると思います。ね。いくらお金があってね、いい車があって、そして、ね、素敵なドレス、高い着物、帯とかね、たくさん持ってても、死んだ後にね、お金を持っていくことってできないね。だからそう思うとね、死んでも幸せ。あるいは一番とはね、ちょっと言えないなぁと思うんですね。で、次にね、さあ何があるだろうか。次は、そうね、皆さんにとってね、例えば、生きがい、ね、生きがいは何ですか？ね、私だったらね、お坊さんの仕事ね、このお坊さんの仕事、ね、これが、生きがいですね。こうやって皆さんにお話をするのが私は好きね。だからこうやって話してるときね、ムイントフィリス。ね。
幸せを感じます。で、他にも皆さんね、いろんな仕事を持たれてると思いますね。ね、踊りの先生もおられるしね。で、中にはお料理ね、お料理するのがとても上手でね、私はこの料理をしてね、皆さんに幸せをあげるのがとかね、先生される人もいるだろうし、パソコンで仕事されてる人もいると思うね。そしてふるったとかね、おいしいの作って皆さんに喜んでもらう、そういうね、仕事が生きがい、仕事こそが私のフェリース、ムイントフェリースって思われる方もあるかもしれない。ね、いい仕事に出会えるのはね、幸せなことです。でもね、これも死んだ後ね、リポイズもうち、死んだ後もこの仕事ができて幸せかな、死んでもなくならない幸せかなと思うとね、どうかな、死んだ後も私もこうやってね、お話はもうできないですね。もういろんな仕事もね、なくなった後はやっぱりできない。そうなるとね、これも死んでもなくならないとはね、言えないと思うんですね。で、あとね、よくね、日本でもそうです。幸せって言ったら何か、ね。私の幸せはね、お金もないけど、でもね、この元気な体、ね。私はね、そんな豊かなね、お家でもなかったけど、病気も一つしたことない。ね、この体ね、もう幸いね、この年になっても、耳もよく聞こえます。ね、しっかり話せます。どこだって行きます。ね、旅行に行くのも、どこでも行けるんです。健康、私が元気であるっていうことがね、これがね、自分の一番のね、フェリース、ムイントフェリース、この体、ね。だから私はね、この体をね、保つのに気をつけてますよ、とね、思ってらっしゃる方がたくさんいます。日本でもね、テレビでもそういうテレビたくさんあります。ね、バナナがいいです、とかね、バナナ毎日食べたら元気になります、とかね、小豆がいいです、とかね、言いますね。で、まあ、納豆ね、久保さんのところでいつも美味しい納豆をいただきます。ね、そういうの食べたらいい。そしたら日本の人はね、テレビでそういうの見たらね、すぐ買いに行くんですね。でね、そういう放送がバナナあるんですね、NHK でね、試して合点だったかな。そういうの見るとね、バナナがええんやってお母さんってことになったら、あくるの日ね、みんなバナナ買いに行く。でね、スーパーに行ってね、バナナ買いに行こう思ったらね、バナナがないんですね。みんな同じこと考えてる。みんなバナナ買いに行ってね、バナナがなくなったりする。ね、そんな風にね、日本の人ね、みんな同じ方向を向いてるんですね、割とね。バナナって言われたらバナナが来る日行ったらないほど売れる。納豆って言われたら今度は納豆がなくなるほど。ね。そして、食べ物。あとね、毎日私は歩きますとかね。いろいろ皆さんもね、元気でいるためのことをね、やってらっしゃると思います。でもね、じゃあこれが一番の幸せですか？そして死んでもなくならない幸せでしょうか？と言われるとね、どうかな？皆さんどうですか？ね、やっぱりね、いくら元気でもね、必ず人はね、亡くなる時が来るんですね。お葬式のミサでね、いくら元気な人でもね、いいお顔されてます。やっぱりね、病気されてなかったらね、お顔がね、むくみがなくてね、あ、元気でらっしゃったんやろな、というのわかりますが、死んでも亡くならないっていうことでは、ないんですね。じゃあね、何があるんやろ。で、最後にね、一番ね、思いつくことといえばね、これは、やっぱりね、
家族ね、またね、愛している人、大好きな人とね、一緒に暮らすことね、ファミリアね、ナモラードね、フィーリア、フィーリオね、大好きな人がいて一緒に暮らせたり、ああ大事に思ってます、あの人がいてくれることで私は幸せだなね、そういうね、大事な方が皆さんおられると思いますね。あるいはお父さんお母さんとかね、一緒に暮らしてる、ただ本当にね、ただ話をしたりご飯一緒に食べる、そういうことがね、幸せだなムイントペリースねーとね、思われると思います。私もそうですね、フィーリアは2人ね、マリードは1人おりますね、おりますね、今日はこうついてきてくれるほどね、たくさんおったら大変ですね、仲がいいですね。子供たちもね、本当は今日一緒に来たいぐらいね、試験とかありますから今日は来ませんでしたが、娘2人おりますね。夕ご飯一緒に食べれるっていうのはね、幸せなことやなと思いますね。でもね、これもいつまでかなと思いますね。娘たちもね、大学とか行ったらやっぱりね、セパラートね、離れていきますね。じゃあ夫とはずっと一緒かなと思います。しかし必ずね、私たち死ぬ時が来ます。どちらが先かね、これわからないですね。夫は若く見えますが、夫が先に死ぬかもね、わからないですね。だからどんな時でね、離れていく、この幸せがなくなっていくかわからないんですね。そしたらね、こう考えてみると、私たちのね、このデスタビーだね、この人生の中でずっとムイントフェリース、なくならないよ、リポイスモルチ、なくならないよっていう幸せはね、ないんですね。仏様はね、そのことをね、教えてくださってるね。だからね、仏様はね、いくら幸せなことがあってもね、元気な体でも、いい仕事があっても、ファミリアがいてもね、終わりがあるからね、これでは本当の幸せというふうには言えないなぁと思われた。ね。そして、仏様が考えられたね、なくならない幸せっていうのはね、この人生ね、嬉しいこともあるけど、苦しいこともある。ね。そして必ず終わりが来る。で、仏様から見たらね、そういうね、苦しみの世界をね、生まれて、また死んで、繰り返して。これはね、苦しいことや。ここからね、抜け出して、仏様になる。ね、お浄土、テハプーラーにね、行くことがね、一番の幸せやとね、考えられたんですね。そして、この阿弥陀様ね、どうかね、私を信じてね、このデスタビダ終わった後はね、お浄土に来てくださいよ、お浄土に連れて行きますよ、とね、言われてるんですね。ね、そうは言ってもね、なかなか私たちはね、この人生が好きですからね、このね、お金も好きだしね、健康でいること、またね、ファミリアのことも大好きね、仕事も気になる、なかなかそういう気にね、なれないね。でもね、今晩死ぬようなことだって私たちはあるんですね。交通事故とかね、いろんなことがある。私はね、3日前にお葬式行ってきました。ミサにね、行ってきました。
そしたらね、その方はね、70ね、70歳ね。でね、どう、いつもね、聞かせていただくんです。お病気やったんですかね、お葬式する前に聞きましたらね、いえいえ、病気じゃなかったんですよ。いつもね、私のお父さんはね、朝早く起きてね、新聞を読む。ね。それが習慣だからね。それが起きてこないな、おかしいな、と思って、起こしに、お父さん、お父さん、朝ですよ、とね、起こしに行ったらね、昨日まで元気だったの。昨日まで元気だったのにね、お父さん動かない。で、触ってみたらね、冷たい、ね。お父さんはね、夜中のうちに、もしかしたら自分でもわからないうちにね、亡くなられてたんですね。そういうことがあります。皆さんね、嫌なことやけどもね、これは本当のことね。誰でもね、そういう風になることがありますよとね、仏様は言われてるんです。ね、皆さんちょっと考えてみてくださいね。今晩亡くなると思ったらどうですか？いろんなことがね、気になられると思いますね。例えばね、よく言われるんです。今ね、日本でもね、あなたは死んでいく準備はできていますか？ね、亡くなっても大丈夫ですか？ということは日本でも言われるんですね。で、まあ、よう言われるのは、お葬式代だけはね、ちゃんと残してあるからね、そう言ったりしますね。でね、大体もうそんなにね、年じゃなくてもね、60ぐらいの方でもね、いや、ちゃんとね、いろんな荷物をね、残しといたら、娘に迷惑がかかるから、もうそろそろ整理しとかんと。でね、服もたくさんたくさん残っとるから、こんなにあってもいかんからとかね。それとか、本とかね、リーブロ、たくさんある。こんなん置いてったらね、息子も困るからとかね。それとか、あ、なんかいつかなんかあったらあかんからね。遺言ね、ちゃんと遺言書いとかなあかんね。そういうことをね、やり残したことね、財産のこともちゃんとしとかなあかんね。ね、借金とかそういうことでね、迷惑かけたらあかんねとかね、そういうふうに考えるっていうのがね、言われています。で、そういうことにね、結構一生懸命です、日本でもね。でもね、服とかね、お金とか、あと残された人のためのことばっかりね、言ってますけどね。あなたは大丈夫ですか？と仏さんは言われてるんです。ね、死んだ後ね、あなた大丈夫？お浄土にちゃんと行きますか？って。ね、それ、その方が大事ですよ。服やらね、お金やらね、なんぼ、わーってなっててもね、なんとかするんですよ、残されたもんはね。それよりか、自分のね、行き先、死んだ後ね、私は何も心配はない。仏さんにね、全部任せていけます。私はね、阿弥陀様がね、いてくれるからね、何も不安はない。今日死ぬのは嫌よ。みんな嫌だけどね、でもね、死んだとしても、何にも困ることはありません。とね、はっきり言えるかどうか。ね、これの方が大事です。ね、親鸞様はね、この浄土真宗作ってくださった。それはね、親鸞様はそのことをね、悩まれたんです。ね、自分が死んだ後も大丈夫かな？大丈夫かなとね、思われて、この阿弥陀様のね、お救いをね、言ってくださったわけなんですね。でね、
さあね、ちょっと考えてみましょうね。皆さんね、今日死なんとあかんと思ったらね、自分の家とか思い浮かべたらね、いろんなものがあると思いますね。多分ね、若い頃から着てた服が捨てられんとかね、服がいっぱいあるね。あっちにもこっちにもある、捨てられないね。いろんな服がね、着物もあるね。きっとね、いろんなもの持たれてると思うね。なんや知らんけど、カバンもいっぱいある。もう使いもせんのに、たくさんある。ね。もう読みもせんのに、本がいっぱいある。とかね。場所取ってるものがね、いろいろありますね、家の中にはね。もう動かないラジオとかね。いろんなものがありますね。これは皆さんのね、家の中。ね。でね、仏様はね、家の中、いろんなものがあります。同じようにね、あなたの心の中はどうですか？とね、言われてるんですね。このね、私たちがね、今までね、やってきたこととかね、思ってきたこととか、いろんなことがありますね。いいことをたくさんされてきたと思います、皆さんね。でもね、どうしてもね、人として生きているとね、誰かを傷つけることも必ずありますね。私もそうです。どうしても嘘をつかなきゃいけなかったとかね、あの人のことを大事にできなかったとか、どうしてもね、いろんなことがあります。いいこと、悪いことね、悲しかったこと、楽しかったこと、いろんなことがありますね。それがね、こういうね、種のようにね、たくさん私のね、心の中にはね、ありますよ。片付いてないお家みたいにね、たくさんありますよ、と言われてるんですね。これはね、さあ、例えば、ここに、小学校の時にね、こんな、はい、これはね、大きく書きましたけど、種です。ね、種。で、何の種か当ててください。こうね、白と、白っていうかな、ベージュと黒みたいな感じね。ベージュと黒みたいな種で、種にしたら割と大きいかな。で、花ですね。花。花。で、黄色い花。そうそうそう、ひまわりね。ひまわり、こういう、ひまわりいろんな種あるけどね。ひまわりこんな種。ね。ありますね。日本だったらね。ここはどこだ、いつでも天気良かったら咲くかもしれないけど、夏の花ですね。夏休みといえば、このひまわり。ね。で、このひまわりのね、種。この種をね、土に植えると、当然、ひまわりのね、種が咲きますね。ひまわりの種を植えたけどね、私朝顔が好きだから。朝顔になってほしいなぁ。朝顔になれ、朝顔になれってやっても、ダメですね。ひまわりの種を植えたら、必ずひまわりの花が咲きますね。そんな先生当たり前や、と思われるかもしれません。でね、仏様はね、私たちがね、今までやってきたことがね、たくさん種になってね、残ってるんですよって言われるんです。で、これはね、死んでも残ら、持っていくもの。次のように持っていくものなんですね、唯一。難しい言葉ではね、業って言います。業が深いとかね、日本では言いますね。自分がやってきたこと、自分が言ってしまったこと、思ったこと、そういうことはね、種になってね、残ってるんですよ、って言われるんですね。で、それはね、
ひまわりから必ずね、ひまわりが咲くようにね。いいことをした、いいことをした種だったらね、その先でね、必ずいい花ね、いいことしたらいいこと返ってきますね。ね、優しくしたら優しくしてもらったりしますね。なんかこう、うちちょっと果物いいのできたからあげるわとか言ったらね、しばらくしたらね、ちょっとおいしい煮物できたからあげるわってまたもらったりしますね。そういうこととかありますね。いい種があったらいいことが返ってきますね。でもどうですか、悪いことをしたらやっぱり悪いこと返ってくるんですね。でそれは種みたいなもんね。どうですか、電車の中でもね、誰かこうぐっとこう睨みつけられたりしたらね、嫌な気持ちがしますね。なんやねこの人みたいなね、なんで見てんねこっちみたいな感じで、見んといてみたいな感じでこっちもね嫌な顔になったりしますね。ね、あれは結局返ってきてるんですね。やってることが返ってきてるね。それがね、仏様はね、もう必ずそういうね、因果の道理って言った難しい言葉で言ったらそうなりますけど、いい種持ってたらいい花が咲き、悪い種だったらやっぱり悪い花が咲きね。これは生きてる間もそうだけどもね、死んだ後、死んだ後もそうですよって言われるんです。もしね、私たちが悪いこと、悪い種をたくさん持ってそのまんま亡くなったらね、やっぱりね、いいところには行けませんよとね、仏様は心配されてるんですね。で、そのことをね、皆さんね、考えてみてもらいたいんですね。自分はどんな種持ってるんやろうかね。この体の中にね、今までやってきたことね、どんなことしてきたよね。仏様は、この阿弥陀様はね、たとえね、たくさん悪い種があってもね、私のことをね、心から信じてくれたらね、必ずね、お浄土に連れて行きますよって言われてるね。皆さんね、お話何回も聞いておられると思うから、信じ、聞いたことありますか？信じる心ね。信じる心一つでね、私は、あなたがいくらたくさんいろんな種があってもね、テハプーラーに連れて行きますよ、とね、言われてるんです。ではね、この場合は、信じね、信じ。この信心というね、これもまあ種ですね。信心という種をね、もらってくれたら、それで私は必ずね、お浄土に連れて行きますよということなんです。ね、だから皆さんの心の中どうですか？信心という種があるでしょうかね。これがあるとね、今日死んでも私は大丈夫ってね、はっきり言えるんですね。でもね、どうかしら、どうかな、半分ぐらい信じてるけどね、半分ぐらい足りないって思う人はね、もうちょっとしっかりお話聞いてもらいたいんですね。この阿弥陀様がね、必ず救うよと言ってくださってるんですね。あなた一人のためにね、南無阿弥陀仏を作ってね、必ずあなたを救いますって言ってくださってるね。そのね、お心を聞いたらね、信心っていうものはね、自分が頑張って信じるんじゃない、いただくものなんです、仏様からね。ね、そうなったらね、ああそうやったんや、ありがとう仏様というね、心がね、芽生えてくるはずなんですね。で、その辺がね、まだちょっとぼんやりしてるなぁと思う人はね、
しっかり聞かないでください。ね。今晩死んでたまるかと思ってね。しっかりお話聞かないでください。ね。でね。で、私はどうやろうか。ね。新人あるんだろうか、ないんだろうか。ね。一つのね、計りがありますね。皆さんは、お父さん、お母さんね、おられますね。お母さん、ね。お母さんのことは、自分のお母さんと信じて、疑ったことないですね、きっとね。皆さん、ね。もう亡くなられたお母さんもいるかもしれない。お母さんはお母さん。誰が何と言おうと、私のお母さんや、とね、思っておられると思います。で、じゃあ、この阿弥陀様はどうですか？阿弥陀様が必ずあなたを救います。阿弥陀様はママ、ママイみたいな方なのね。阿弥陀様は私のママイや。ね。誰が何と言うぞ、阿弥陀様は私のことを救ってくれるんや、ということにね。そこまでしっかり思えてるかどうかですね。なんかそこがちょっとぼやーんと。いやー、どうかなー。いやー、きっといらっしゃるやろ。優しい方なんやから。って言うんだったらね、もったいないですね。この阿弥陀様がね、お母さんが自分のお母さんと疑いがないぐらいね、この阿弥陀様が私のことを必ず救ってくれるんやとね、そう、はっきりね、こう、わかるとこまでね、聞いてもらいたいなと思いますね。ね、そのために私ね、ここに来てるわけなんです。だから、ね、わからないことがあったらね、何でも聞いてくださったらいいしね、だいたいこれから毎月私来ますからね、こんなことを聞いたら恥ずかしいな、今更こんなこと聞けないなというようなことでも、何でもね、聞いてください。ね、この浄土真宗の教えはね、よくね、お父さん、母と子の出会いって言いましたね。あ、阿弥陀様、私のお母さんやったんやな。ありがとうというね、親子の出会いがあるっていうんですね。その時ね、すごい喜びが湧いてくるんですよ。だから、そこまでね、皆さんしっかり聞いてくださいね。お願いいたします。ね。今日はね、たくさんいろんなお話をいたしましたがね、わかりづらかったこともあるかもしれませんけど、また聞いてくださいね。どんなことでもね。今日は、本当の幸せ。死んでも亡くならない幸せについてね、お話しさせてもらいました。どうもありがとうございます。